5回17番。開発後の防災機能向上。まあ、これは今年新しく出たものはここから入りますけれども、防災機能は再発の後は確かに広場があって、その広場は火災の時にみんなが集められるところですけど、問題は現在、これが神宮球場に貼ってあるポスターなんですけれども、軟式球場の場所が今、避難の場所になってます。しかし、12年の工事の間には、もし火災が起きたら、近隣住民がどこに避難できるかの対策は、まあ、対策というか代替案は出されていません。ですから、まあ、火災や開発の後はこんなにいい広場があって、それは避難してもいいんですけど、もし工事の間には災害が起きたら、どこに避難するか、そこまでは計画が存在しないのが非常に問題だと私が思います。